そっか塾の久保です、えー。追加放送です。今後の予定をおさらいしておきますね。 えー、今日は私事で申し訳ないんですけども町内会の集まりが17時からございますちょっとね21時ぐらいまでかかると思いますんで夏祭りのことをねしっかりやってこようかと思います地域活動も皆さん大事ですからぜひね地域の方と関わってみて,いてはいかがでしょうかで明日なんですけどもインドネシア金融経済セミナーがございます参加者の方は470名を超えた大所帯になりますけども Zoom のね URL からあご覧ご視聴ください えー、プレゼンターが私とあとね、ネオ FP が出てきますよねそれからあーモストブルリゾートの河野社長がいらっしゃいます海外の事情、金融情報それから有利な金利そのために何をすればいいかそういうことをね、いっぱい質問をして答えていただきたいと思います、えー、その次なんですけども7月の22日宝塚北サービスエリアで 私のナイト2 0 0 0のレプリカと、あと R34 ですね、鹿児島の方からいらっしゃいます吉谷拓郎さんのこの車が、あまあ来るということです。ただそれだけなんですけどもね、なんか大々的なイベントでもなんでもなくって、ただ車2台並べてるんで、 ようこんにちはみたいな感じで車触れていただいて写真撮っていただいてちょっと運転席に乗っていただくみたいなねそんな時間を設けたいと思いますちょっと暑いかもしれませんし天候がもし雨だったらいろいろあるかなと思いますけどもとりあえず22日の15時から私と吉谷さんがいると思いますのでぜひね関わっていきましょうで23日は私のナイト2 0 0 0だけなんですけども岡山県西阿波倉村の方にお邪魔します アワクランドを目指して行ってみようかと思いますのでね、そちらの方でもご一緒できれば幸いでございます。その他、あと7月の27日は関西空港の方に私入ってますんで、関西空港ホテルでね、 お待ち合わせさせていただいて、えー、何人かの方とこの日面談と、まあ、食事会とねさせていただきます全てマンツーマンでございますのでたくさんの人を迎えることができませんでしたけども今回ねお申し込みがあ完了しましたのですいませんけども今後の申し込みはちょっとできないよということなんで申し訳ありませんそして、えー、と7月28日から8月1日まで インドネシアのバリ島の方で経済金融セミナーではなくて今度は私がですね即可塾塾生産をまあ引き連れてですね えー、ツアーの方行かせていただきますで必要な方はインドネシアのバリ島の銀行口座を作っていただいてそこで有利な金利でね、まあ、老後の年金2000万なんて、ね、不足分もうそこでねやればちょろいですからね作っていただきたいと思いますもちろん例のやつもありますんでねお金増えまくりの速化塾ではないかなというところでございますお金が増えていくというのも今後の予定に入れておいてくださいもしくはねもうすでにお金増えた方もいると思いますしそうですね私がねおとといですか 下杉の方に伺いましたけどもやっぱりね塾生さんであの利益を、ね、得た方がちょっと招待してくれたみたいなあ,ありがたいこともありますし、うん、昨年の実績で600万以上を増やした方っていうのが何人かいたかなと思いますよね。で結構お金増えますんで、えー、ぜひね塾の カリキュラムの通りにやっていただいて資金ができたら例のやつに入れていくみたいな流れを作っていただければと思います。で例のやつで生まれたお金っていうのはまた例のやつに入れるんではなくてできればインドネシアの海外口座の方に入れていただいて。 今度はね、長期的な視点で投資ってものをやってみてはいかがかなと思います。その他 FX で技術をつけて、自分自身で稼ぐ力を常につけていく、常に余剰資金を作る力をつけていくっていうのもやっぱりおすすめしますんで、バイナリーオプションとかね、ブックメーカーとかあると思いますけども、基本は FX です。FX で投資を抑えていないとなかなかね、他のことでお金を増やしていくのはもっと難しいと思いますんで、まずは投資ができるようになっていきましょう。できるようになった上で、投資をたくさん。 ことこれは私がずっと変わらない概念でございますそれはでは、ね、8月か8月はね8月5日にその投資を教わるために東京に行こうかと思います8月5日中村トレーダーと私が個別をやるということでございますねで、えーまあ、ついでといったらあれですけどもその日ね、えーまあ、公開講義もやろうかと思いますのでそちらの方に参加希望の方またメールの方でお寄せくださいそれから8月25日は えとエビナエビナでの、また4回目かな。エビナでのオフ会っていうのは、またエビナでね、楽しく関わっていけたらいいなと思います。25の前後も私、私多分、ナイト2000で行くと思いますんで、うん、東京かどっかにいるのかなと思いますよね。まあ、そんな形でございます。今後の予定でございました。では、失礼します。